んなことやりきって。でも VR 買ったらダメだよ。ちょっと元気だよ。俺 VR 買わなくちゃダメになってるじゃん。なんだこっちから買うんだ。みんなの10年後に100万円出して宇宙行こうよ。宇宙行くよ。宇宙100万。今上げてみる。じゃあ相変わらず写真やってんけ。やってないですよ全然。最近やってないから。最近は動画なんだよね。もう YouTube に載っけんのが。じゃあそれまでマジや。どうせ1年待ったから。カメラマンが動画で、動画でもダメになった時には決まってんだよ。でも、生活してて、多くしたいね。用しててもあとは内助の方でさ、いくらでもさ、席を着て安くなるだけで、他にメリットはあんまりないよね。まあ、それはセルフもその方がでかいんだけど、子供よりはでかいな。いつかこういう状態だった。星さんの孫とかじゃないですか。あっという間に大きくなっちゃったさ。今度星さんの孫を結婚したとかいう話だったよ。本当に時間の問題です。うちの孫ってなんかどっかねじまるほら、それでカメラマンがどうしたかちょっと。どうしたの。やっぱりなんかゲイなのこれ。撮ってる撮ってる。これってさ、あの前のガラスって電話が1個倒れたら大丈夫なの？熱で全然大丈夫。あんま揺らさないで。危ない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 。だって耐熱ガラスだ。全く伝わった。いや、大丈夫。でもあの人もその動作がいる。動ってもいる人。大丈夫だったな。500円玉、70万があったのにね。それはよくもわかんない。あったあったよ。で、これ作ってもらって、これ作ってもらって、これ作ってもらって、あれ作ってもらって、これ買ったらなくなっちゃった。誰で撮ってんの？なんでさ、ちょっと寒くて中こんなあったかいのにさ、水滴たかし。全然違うよ。俺、あの前の家からこっちに来たら、もう湿気が全然ないもん。あ、前のとこ結構かったもんね。うん、うん、うちなんかさ、一シーズン来てると、冬場なんかもう、なんだ、玄関のドアの周り、窓のそば、カビだらけだよ。ゆみちゃんも私の近くの家に住んでからね。ゆみちゃん、ホッピー行きますか。もうすぐ出てこないんだけど、そういうのでこういう風に移します。こういうのちょっと暗いけど、ああ、そういう、あ、ね、家は大丈夫だな。それだから電車だし、これ電車、これ電車だもん。あなた、これで電車の、これで電車の、これ、あ、そう、動画じゃない、あ、動画じゃないの、一枚一枚のつなぎ合わせ、中につなぎ合わせて、あ、そう、カメラが触れ合わせ、じゃあこれ、ほんま何秒で1枚だね、読んですぎると怖くなるよね、本当にね、動画みたいだね、抜ける抜ける、なんかね、30万円で終わりだ。